立東で旧車取材しております石井健太郎です。よろしくお願いします。今週は土日で1頭ずつ、推奨したいと思います。まずは土曜日の小倉の、旧レースひまわり賞ですね。人気するんですけども、TM9 個を推奨します。初戦もともと九州産限定の新馬使うはずだったんですけども、まあ除外になって一般戦の新馬に回ることになったんですけども、まあ、そこでも3着と、しかもさっとね、前につけられてましたし、まあ、スピードはね、全然引け取ってませんでした。続く限定の未勝利戦、まあ、軽く仕掛けただけで、あっさり突き放して4馬身差と、やっぱ九州さんの中ではちょっと力が1枚抜けてるかなという感じがしますね。まあ、中一緒ですけども、中間も小倉に滞在して、まあ、そのあたりはね、問題ないんじゃないかと。まあ、オープンとはいえ、まあ、ほとんどがね、未勝利馬なんで、まあ、当然、ここもね、勝ち負け、期待できるんじゃないかなと思います。まあ、この3連単頭固定で、まあ、相手は、この辺に書いてると思うんで、それでいきたいと思います。で、もう1頭が日曜日の、函館のメインですね。キーンランドカップ、狙いは9番のアドマイヤセプターです。前走開幕週、オーストワークとね、かなり条件厳しかったんですけども、実際レースでもね、外外回らされる展開だったんですが、まあ0秒1差と、やはり能力があるところがね、見せてくれました。まあ祖母のエアグルーヴとか、姉のアドマイヤテンバ、アドマイヤトライといったあたりが、みんな洋芝で走ってるので、まあやはりね、そういう血統なのかなという感じがしますね。まあ久々ですけどもね、動き軽快ですし、まあ島へ行かす馬なんでね、前走より、当然ね、今回のが、馬場も結構荒れてきてるんで、条件はいいはずなんで、まあ、前進がね、期待できるんじゃないかと思います。これは単勝で勝って、今週はこの2頭で、もう期待と思います。ありがとうございました。